激アツ女子会チャンスタイム出ましょう。よっ、はい、さあ始まりました激アツ女子会チャンスタイム。司会は私、京本美樹と井上由紀です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、この番組を盛り上げてくるメンバーがこちら。はい、何の前やねん。今日一旦の最後ですよ。いや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 、もうおなじみ道端愛美です。はい、愛ちゃん。はい、元保育士のよかちみこと夏井ゆかです。よろしくお願いします。お願いします。そして久しぶりの、はい、ゆかです。4回ゲスト出演させていただきました。何ですか、ゲストゲスト出演させていただきました。そして最終回も読んでいただきました。ありがとうございます。藤沢由美香です。はい、どうもね、よろしくお願いします。ございますよ。よろしくお願いします。いやね、最後に来ていただけるとはありがたいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、この番組はですね、現役で活動中のイベントコンパニオンたちがお送りさせていただきます大人の情報バラエティ。私たちがですね、60分間お熱い時間をご提供いたします。はい、いつもここでね感じゃうんですね。今日まで治らなかったということで、ね、まあ、まあこれから頑張っていきましょう。はい、はい、本日もですね、ここ日本橋は、FK ビルのですね、ヌルライブスタジオ、略してヌルスタからお届けいたします。はい、この模様は YouTube ライブ、僕もや、グズイングズグズや、いつも映る映る、YouTube ライブ、そして、ショールームから、生配信しております。そしてショールームの方では、コメントいただけましたら、どしどし、こちらの方でもね、コメント、ちょっと公開させていただきたいと思いますので、公開ってことはおかしいね読み上げさせていただきたいと思います。どしどしお寄せください。はい、はい、さあ早速ですね、コメントもいただいております。はい、はいはい、ありがとうございます。あ、たくさんも、いきなりたくさん来てますね。はい、キレ先生、はい、始まりましたね、やったー、イエーイ、ありがとうございます。はい、そしてユーシューさん、毎度ということで、毎度です。毎回見ていただいてますので、ありがとうございます。そしてヤックンさん、最終回頑張ってということで、ありがとうございます。ヤックンさんは今日来ていただいてるんで、この目の前からコメントをいただいてるという形ですね。ありがとうございます。一緒に楽しんでいただきたいと思います。はい、盛り上がっていきましょう。はい、まあ、今回はですね、前回お伝えした通り、一旦この番組は休止という形になってしまいますけどね、まあ一旦のラストなんで、バーッと盛り上げて、ね、有終の美を飾りましょう。はい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 、はいえ、なんで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 、チームワーク、チームワーク最後まで頑張って話しすぎて言葉が出へんから。あー、そうよ、それでは寂しい、寂しい。ちなみにですね、過去放送分は、はい、はい、公式ホームページですね、ヌルスタの公式ホームページでご覧いただけます。はい、はい、そしてショールームをご覧の皆様は左上のバナーから、そして YouTube をご覧の皆様は URL が載っておりますので、そちらからヌルスタの公式ホームページ絶対分かると思います。ご覧ください。はい、見捨てないでください。頑張っていきます。はい、そしてですね、これまで、このショールームの方で支援ゲージですね、うん、はい、皆さんから、見ていただいてる皆さんから星を投げていただくと溜まっていくポイント、うん、支援ゲージ、はい、5000ポイント貯まりますと、今回はですね、まあ、番組一旦ラストということで、最後にハイテンションで番組愛を我々が表現したいと思います。はい、ちなみにですね、前までは番組告知っていうことやったんですけど、うす、ね、次ちょっとまだ未定なので、はい、番組への愛をハイテンションで表現したいと思いますので、はい、お楽しみにしてください。一応現在ですね、5000ポイントまで残り1573ポイントとなったのです。ありがとうございます。もう今日ね、バッと、あ、今も星投げてくださってますね。あ、やっくんさんですね、目の前から星投げてくださってありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゆうしゅんさんも、あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日でたまるんですかね。そうですね、ぜひどしどしとお願いします。はい、お願いします。はい、じゃ早速最初のコーナー行きましょうか。はい、最初のコーナーは、はい、激アツ近況報告。よいしょー。はい、このコーナーはですね、我々賑やかですね。さすが。はい、このですね、我々激アツメンバーの、
最近何してたよ、こういうのしてたよっていうのを知っていただいて、より僕らのことを好きになっていただこうという企画でございます。うん、はい、まず最初はこちら、ドン。誰でしょう。おお、ゆかっちー。私です。と、これはこっちが、はいはいはい、こっちが格闘技のラウンドガールさせてもらってるやつなんですけど、あ、最近ね、よくこの仕事告知させてもらってた格闘技のなんですけど、うん、この、満席で立ち見とかまで出て、すごい、この番組のおかげで満席になりました。あ、この激アツのおかげで、イエーイ。ほんまかいな。ほんまに満席で立ち見やったんですよ。あ、いや、そこは疑ってんけど、激アツのおかげ、いや、そうですよね、皆さん来てくださって、激アツ見てくださってる方がたくさん来てくださってるんで、うん、本当にありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。またこれからも格闘技の試合たくさんあるんで、ぜひ見に来てほしいです。お願いします。はい、はい、で、その横のこちらなんですけど、この間あった大阪オートメッセの写真でして、うんうん、ほんまはもっといっぱい写真持ってきたかったんですけど、ちょっと自粛しまして。なんで自粛さあ、それが、前もなんか告知でさせてもらったんですけど、12着衣装着た。おーおー、12着ほんま全部持ってきたかったんですけど、さすがにずっと私一生1時間続くなと思って。いや、そんなんやったら今日12着持ってきてくれてね、生でバーって着替えていってもらったら。衣装やから、衣装。いやいや、ちょっとそっちで着替えてもって貸し出しじゃない。あ、貸し出し。そう。あ、なるほど。汚して怒られるやつ。汚して怒られるやつやつ。あー、やつ。雑雑。はい。コメントもいただいておりますよ。はい、ハルシオンさん、見たよーと、オートメッセ、来てくださったんですね。ありがとう。誕生日プレゼントまで持ってきてくださって、ありがとうございました。タークンさんも、ラウンドガールのユカチン、かわいすぎる。そう、見に来てくれてありがとう。ありがとう。ユカチン人気がすごいですね。ありがとうございます。はい、久喜田玄太さん、メッセ3日間お疲れ様やったね。ありがとう。ACF も、2月は2回お邪魔してましたよね。ありがとう。ファン多いですね、ゆかちんの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでますね。はい、楽しかったです。皆さんのおかげで。やらしい、やらしい。今のわかる。これで男をね、こうギュッとこうしよるんですね。やらしいわ。じゃあ次行きましょう。はい、次はこちら、ドン。私も、はい、ポーズめちゃめちゃかっこいいですね。もうね、でしょ、ポージングめっちゃキレッキレですね。かっこいいなポーズだけじゃないよ。はい、何がかっこいいんですか。生き方そのものがかっこいい。さすがもうね、生き方って言ってる時めっちゃ眉間に沿われてますよね。ビール飲んだあかんの。ああ、そうですそうです。ビール、ビール、ビール、そこや、ちょっともう。あ、そうですね、今日はまあ、ラストということでですね、ビールとか飲み物、ちょっと食べ物も用意していただきますので、ありがとうございます。こちらからね、それいただきながら進めていきましょうか。はい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 。この写真なんですけど、ブログとかフェイスブックとかにめっちゃいろんな写真載せてくれてて、井上さんポージング褒めてましたけど、私ユミネのポージング見て結構最近お勉強させてもらってます。褒め上手。誰にとりほんまかな、ほんまかな、めっちゃすごいなと思って。はい、ありがとうございます。勉強させてもらってます。はい、ではここで、あ、お待ちかねください。あゆちゃんはそれでいいの。はい、あ、それで、はい、みんな他はビールでいいんですね。はい、はいはい、じゃあいただきましょうか。ちょっと待ってください、花たれつゆさんからまたビールが始まった。あ、そうです、もう恒例の宴でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうだけでも、まだけでも、俺あ、もういた、こっちでいただいていいですかね。はい、じゃあすいません、こちらでいただきます。いただきます。乾杯。僕だんだん乾杯の仕方よ、ね、見に来ていただいてる人にお茶飲ませて僕らビール飲むっていうね。反対や。いいね、いいね、いい感じで結構テンション上がってきたよ私。はいはいはい、さすがやわ。はい、まあ、ガソリンが入るとね。はいはい、じゃあ私の近況ですけれども。スイッチ早いな。はい、はい、東京オートサロンショー、それから大阪オートメッセ、はい、今年出させていただきまして、で今週かな、名古屋オートトレンド行きます。全部同じブースなんですけど、僕のブースは4年間お世話になってて、はい、今年で4年目ですね。ちなみにこのメーカーさんとかは名前出しても大丈夫なんですか。はい、そうです、もうここに書いてますけど、はい、アバンツアレっていうブースで、ほー、はい、
ベルファイアとかをドレスアップしてる。へえ、すごいね。はい、じゃ結構ラグジュアリーな感じ。ラグジュアリーな高級感、プレミアムな感じ。プレミアム、はい、どういう行きますね、はいはい、プレミアムの押し売り。そう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 、はい、だからね、もうこう4年間お世話になってるから、はいはい、出会いとご縁ってねすごく大事だなと思って、はい、あ、そうですね、みんなとも出会えてね、うん、ほんまにね。ちょっと早い早い早い、締めの早いですよ。まだまだしんみりさせるのやめてもらえますか。ここらのブースの社長がこれ見ててね。ああ、そうなんですか。ありがとうございます。司会のあの子かわいいなぁ、やった本当ですか。司会のあの子かわいい、うわ嬉しい。ちょっと使ってください、使ってください。あ、こっち、こっち、あ、こっち、あ、僕かと思った、僕かと思った、僕ちゃう、僕ちゃう、そうそう、司会のあの子な、あの子、あの子、あの子やね。あ、なるほどなるほど、じゃあどっちでもいいです。あ、そう、チェンジになったら困るわとか思って、ミキティのことかわいい言うてました。やった、はい。ミキティいろんなとこでモテモテやもんね。いや、うん、そんなことないよ。なんかこのキャラですよ。私の知り合いの人のなんか美容師さん、めっちゃ遠いやん、遠ない、遠ない、めっちゃ遠いやん。ミキティのこと可愛いからラジオ聞くって言って、おー、おお、すごい、ファンが着実に、ね、そうね、激アツでは最近えらいいじられようでね。もう半端ないですよ。もうなんかお酒めっちゃ好き、うん、いい、酔っ払うみたいな、うん、まあ噛むのはもちろん自分でも認めてますけどね、漢字も読めない、ボキャブラリーがない、最悪な MC みたいな評価なんですよ。キャラがね、なんかおかしい、うん、料理はうまいそうなんですけど、それすらもう信じられない、信じてもらえないっていうね。私で信じました。あ、信じました。実は手作りのチーズケーキをいただいたことがありましてね。あ、そうなんですか。羨ましいでしょ。いや僕もね、まあ、あの前のバレンタインバレンタインみんなでいただきまして、あ、めちゃめちゃうまかった。みんな食べてる。今それながらありがとうございます。あ、あ、出た出た出た、ちゃんと。このあゆちゃんはあの物をいただいたりなんかしてもらった時ね、その時と次お会いした時必ず言うっていう。えらいね。えらいね。達成しましたわ。えらいね。えらいね。ユミネームやん。ユミネーム素敵よ。何の褒め合いやん。最終回やからね。褒め合いがすよ。みんなの褒め合い。はい。コメントいただいております。コメントいただいております。はい。もうね、この人がもう呼んで呼んでという、うるさいんで呼ばせていただきます。やっくんちゃん。どういうのやつやろ。あら、目の前にいるやっくんさん。メンバーみんな可愛いぜよ。あとイケメン井上さんもね。どんな笑顔やねん。でもここでしか言ってもらえへんから、もう一回終わるから一生分言ってもらおうと思う。井上さん毎回ヤックのコメント待ってますもんね、うん、待ってます待ってます。もうなしではちょっと生きていけない感じになってるんで。ほんまに、でも久しぶりに会ったけどなんかね、男前度増してますよ。お、マジですか。よかったですね。うわ、ありがとうございます。え、なんですか。かっこよかったみたいな。めっちゃかっこよくやりました、ね、バカにしてはりますよね今。めっちゃ、ね、そういうことだ。いや、ほんまですか。いや最近でもね、ここからはね、なんか昔の方がまだ痩せてたとかシュッとしてたみたいなのが、あの第1回目2回目ぐらいの時が一番かっこよかったって裏話をしてたって。え、そう、そうかな、なんやろ。いや今の方がいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあちょっと今日は気分よくはい、じゃあ次行きますか。はい、はい、ましょう。ドン。あ、私や、私のみんなのメッセージ。はい、これまたオートメッセージ。みんなメッセ、みんなオートメッセや。私、嫌な教育といえばオートメッセ。そう、オートメッセで、うん、で、あの、はい、お世話になりました。で、初めて出させていただいたんで、お、はい、楽しかったです。わー、いいな、はい、っていうだけなんですけど、うん、あ、え、これは何、このなんかメーカーさんの服着てるの、なんか可愛いよね。あ、そうです。え、でもなんか普通のフリースみたいな感じです。まあ、いや、この女子がちょっと大きめのフリースとか着てんのって可愛くないですか。わかる、わかる、なんでこっち、なんでわかる、わかる、なんかもうちょっとおちゃん化してきてるけど、わかる、わかります。ちょ、そう、それが、それがね、こうなってる。やっとこ、やっとこ、そうなんでしょ。あ、はい、次行きますか。じゃあ次行きましょう。どうせね、次私なんですよ。うん、はい、次出ますかね。ドドン。なんかミキティに突っ込んでから単価なんだ。なんでやねん。かな、これ。いや、もう いつもなんか私だけ多いからね。おひなさん、すごい。ひなさん、すごい。いや、でも、これ、あの、3月3日ひな祭りじゃないですか。はいはいはい。なんで、お家で毎回出す、毎回、毎年出すんですけど。すごいな。そう、めっちゃでかいですよ。ね、めっちゃ可愛いよね、立派なお姫様っていうだけの写真なんですけど、でも偉いね、今いいでかい、この年だってもずっと出してるって、うんうんうん、そうね、うん、ね、あのここにちゃんとあのミキヒナ、そんなの、すごい、これこれこれ、ミキヒナって何、ヒナ
え、女の子のなんかあるじゃないですか。わからない、説明できんけど。ほう、え、女の子はその子の名前を取ってなんかするみたいなのがあるんですか。じゃなくて、ここにあの、なんていうか、何看板じゃない、なんて言ったらいいですか。全然わからへん。え、何、誰かわかる人います。何アフレコ、もう瞑想しすぎる。何、まあ、ちょっともう思い出したら言って、まあ、あの散らかってるやつなの。そう、恋一枚で散らかってないやろ。いや、これだ。いや、これは、あの、え、これじゃない、こっちじゃない、これこっちの写真。これは、あの、めいっ子がこの前、はいはいはい、家に遊びに来て、うんうん、で、私寝てたんですけど、はい、あの、起きやーってめっちゃ無理やり起こされて、なんかカルタを持ってきたっていうので、はいはいはい、でカルタするでーって私のベッドの上にめっちゃ広げて、うん、一緒に遊んだ写真なんですけど、はい、これね、なんか、まあ、全部動物に関わるカルタなんですけど、はいはい、まだ 4歳の頭ばっかりやのに、うん、全部覚えてるんですよ。賢い、確実にミッキーより賢いやん。すごいね。いや、もうほんま、あの、文字も読めないじゃないですか、4歳って、うん、やのに全部こう、文字、3行ぐらいある文字を全部覚えてて、この絵の時はこれみたいな、すごいなと思って。もうちょっとしたら勉強教えてもらったらいいやんね、漢字教えてもらって。どういうことだよ。その下のやつは何なんですか。コケシみたいな。あ、これこの前、あの、淀川のカンペマラソンっていう、あー、はいはいはい、お仕事で、はい、行かしてもらったんですけど、それのまあ前日 の, あのこう屋台の風景なんですけど。前日、前日。あれ、なんか要芸人さんとかがいっぱい。そう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 、あの、本番の前の日にその走る方たちがゼッケンを取りに来る日なんですよ、うん、で、一応まあ屋台も出てるんですけど、うん、その次の日が本番で、うん、見た見た芸人さん、芸人さんも、うん、カンペさん見た、カンペさん見たし、私が担当したブースの横にカンペさんのサイン会のブースとかで、いろんな芸人さん来たりとか。楽しい。毎年やってんの、それは。毎年やってるみたいで、初めて行かしてもらったんですけど、ステージも、あの、た、まあ、そのブースの、ね、うん、ステージで立たせてもらったんですけど、控え室というか、うん、待機場所が芸人さんと一緒で、あの、スマイルとか、あ、はいはい、うん、この近くでおって、でも、そのステージね、出る前からすごい緊迫してて、おお、びっくりした、一言も喋らない。いいな、なんかそのかっこいいよね、芸人さんがステージ前でこうピリッとしてはるところとかね、一人個々、個々でブツブツなんかこう、ここのね、こう、多分ね、あの、シミュレーション、シミュレーション、そうやってて、いや、どうしようと思いながらずっとこんな感じで持ってたんですけど、そう、いろんな芸人さんとお会いして、楽しかったです。楽しかったです。日記みたいなやつまた来ました。来ました、楽しかったです。でもさ、性格出てるよね、そのステージに出てる写真を載せないでさ、なんかちょっとさ、もうちょい写真ありますよね。いや、だから普通ステージに出てる写真なかったじゃん。いや、だから性格出てるよね。あ、いや、性格、ね、どんな性格あろう。いや、私なんかほら、自分がバーン出てる写真載せてきたやん。あ、謙虚ってこと。そうそうそう、あ、謙虚ってこと。あ、そうだ、なんか謙虚やった。謙虚やった。謙虚やったっけ。ちょっとずれてる。この写真なんやろ、でも雑、雑、それちょっと雑すぎて。これしかなかった。以上、謙虚、謙虚、合格でした。はい、続いてのコーナーは、はい、続いてのコーナーは激アツ名場面を振り返ってみよう。おお、これはまあ、あの、本日一旦のラストということで、これまで僕らが印象に残った場面っていうのをそれぞれちょっと見ていこうじゃないかという企画でございます。はい、はい、まずは誰からでしょうか。今ちょっと出ちゃいましたね。あ、はいはい、私か、ユミネから。ユミネが選ぶ名場面、何でしょうね。激アツ。お、何、なんか今の何、ミキティのタイトルコールが聞こえましたね。もうやや、もうほんまにもう振り返りたくないと思って来たんですよ。いや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 、なんで。楽しかったやんか。口頭で言うの、出るんじゃなくて。あ、いや、もうとりあえず流してもらう。あ、流してもらう、すみません、すみません、ちょっとね、今日はリモコン僕がピッピッとやらせてもらう。あ、そういう感じだよ。はい、これで、うん、ならん、うん、うん、半、あ、来ました来ました来ました。え、流される系。え、あ、そうです、実際の VTR ジャスカイを見ながら。ジャスカイ、懐かしいな。あ、すごい、なんか、あ、すごいすごいすごい。いや、もう初回とか一番見たくないやばい。やばい、ジャスタイムやるにきつい。盛りてなってるよね。ではお受けいたします。ぶよって。はい。
い、この番組は現役で活動中のイメージをいやいや、もうここほんとに話そしてスロックマンで視圧情報、そして今流行りの話題、物事ですね、そしてこっちにお色気なコーナーと盛りだくさんの掛け軸になっております。はい、ヒデ先生、はい、おいしい、はい、ありがとうございます。めっちゃアップでなってきてるやん。ちょっぴり大人の情報バラエティということですね。元気で可愛い女の子たちがお暑い時間を提供させていただきます。そしてこの番組を一緒に盛り上げてくれるメンバーたちがこちらです。持ってないの？持ってないの？持ってないの？姉キャラこと市畑あゆみです。あゆって呼んでください。お願いします。あゆみ見たくない？うわ、めっちゃ恥ずかしい。ほんまに恥ずかしい。はい、スーパーチンコと夏井優香です。そうそうそう、みんなに負けないようにいっぱい喋るのでよろしくお願いします。はじめまして。みんな印象、特にあゆちゃんやっぱりなんか印象変わったね。テンション上がってます。よろしくお願いします。もうちょっと最初あれやったよね、お金好きなキャラやった、ね、はじめまして、藤沢由美香と申します。私はあの顔がハイヒール桃子さんに似ているので桃姉さんと呼ばれております。皆さんもぜひ桃姉さんと呼んでください。よろしくお願いします。もうね、安定感ありますよね。変わらへん感じにしますわ。断言いたします。断言いたします。面白くないやつは、はい、面白くないやつはクソです。金は天下の回り物、金は何とかなるけど面白さは天性です。むちゃくちゃいいね。そうですか。人間が多いし、ほんでむちゃくちゃいい。でも仲いいですね。うわ、これはね、なかなかちょっときついところありましたね。ちなみに なんでこう初回放送を選んだんですか？いややっぱりね、印象残りますよね、初回って、うん、みんな選んだね、緊張感もあるしね、うん、いや緊張感ありましたね。ね、本当ですね。あったあった。いや、うん、だってあの時あの初めて井上さんにみんな会って、うんうん、みたいな感じでもね。そうですね。そうそうそう。顔合わせがもうその日でしたもんね。その日。だからみんなもよ。ミッキーだけは会ったことあって、そうそう、知ってて。あのね、私らもユミネとね、初めて会って、これがね、縁でね。ほんまやね。だから出会いと縁って大事なんですよ。皆さん、出会いと縁は大事に。大事ね。もうただの飲み会みたいになってますよ。みんな、カメラ見てくださいね、皆さん。ほんまにね。こうなってるじゃん。もう内向いて話しってますからね。内向いてしゃべり。いやコメントもいろいろいただいておりますよ、はい、いやでもさっきのほんまに恥ずかしいです、うん、まあまあそっからね、うん、ちょっとマシになってね、ちょっと成長したのかなというところであるんですよね、はい、うん、花垂れ通さんもうね怖い人いやー日本橋って遅いよ結構ね、男刺さること言うてましたからね、きついっすよあれ、はい、そしてひで先生、はい、貫禄あるね今頃知ったさすがもうもうねはい、そしてクキダさん、ユミネーム相変わらずやね、うん、あそうよ元気かいクキダさんクキダさん元気ノリノリすごい、はい、いやいっぱいコメントいただいて、ありがとうございます。そして星の方も続々といただいておりまして、ありがとうございます、はい、開始で1500ちょっとあったんですけど、うん、今なんと残り741まで来ております。おーすごい。これは我々ハイテンションにならないといけない可能性が高まってまいりましたね。なろうじゃないですか。ね、最後はね。そうですね。まあ、はっちゃけましょうか。はい。はい。じゃあ、続いての、次は誰の選ぶ名場面でしょう。こちら。はい。どん。誰だ？あ、私だ。あ、ミキティが選ぶ名場面ですね。実は、早速見てみましょうか。これはね、ちょっとコツがいるんですよね。私がやってもいいかな。あ、ちょっとお願いします。どこ押したい？ビデオって書いてあるとこ押してもらって、これ終わったらこの VGA VGA、はい、ピピ、でもこっちが、なんか PNR ですかね。あ、こっちが、こっちが、おお、変わってるわけじゃないんですけども、可愛らしい髪型、スマホとかメールとかやり取りするじゃないですか。可愛いよ。その時に気持ちこもったんとか大事なんは予測変換使わないんですよ。予測変換じゃなく一文字一文字心を込めてフリックすることに意味があるんよ。なんかわからんでもないよ。そうでしょ、そうでしょ。それがこう礼儀、特に目上の人とか。
あ、それはね、でも友達とかは、うん、俺はまあ、VTR でみんなお菓子取り出すやん。でもこう、心がこもってるのは、もうちゃんと友達でもありがとうとか、もうそれやったら電話で言いましょうよ、うん、いやいや、電話で言うほどのことじゃない時もあるやん。毎回毎回、ブルルありがとうって言って、重いな、こいつってなるやん。LINE してるだけでな、LINE してる。その文字のやり取りの中の心を込めることがあるでしょ。あ、それがマナーね。あ、まあまあ自分のジンクスね。ほら、夢のマサルさん、わかります。井上さん、最高、わかっていただけますか。そうですね、この熱い人間には伝わるんです、こうね。一緒ですよ、夢のさんも。女性メンバー誰も理解してませんけどね。いやいや、マナー、それマナー、あ、まあ、あ、でもあのバーンって打って3回ぐらい読み直して送る、その気持ちを込めて送るときは。そうだよね、うん、変換っていうより呼び直して、あ、もうちょっとこここう付け加えた方が伝わるかなとか考えてます。あ、文章をね、気持ちにしてね。まあ、なんで笑ってんすか。めっちゃ否定しまくってるな。いや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 、あー、ありましたね。いやー、いやーで、この後に実際、ツイッターで夢野さんがこう、はい、コメントくださって、うん、なんかいつも楽しく見てます、うん、でそれ返す時も、全部 手打ちで言ってますよって。夢野さんも手打ちですみたいな。いや、でも、全然理解してもらえへん。でもこのテーマの時、なんかこう自分が気をつけてるとか、そういったまあマナーの話で、うん、まあ、井上さんがそのね、気持ちを伝えるときに予測変化をしないって、うん、自分が心がけてる話を言ったのに、うん、全員否定で、それはちゃうやろみたいな。そう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 。めっちゃおもろいの。何してますの。話聞いてません。最低だよ。自分が悪口じゃないよ。あ、悪口、フォローしてあげてる。ああ、だす。個人的に、まあ、気にしてるのに、うん、全員否定する女子メンバーっていうので。そう、面白かったな。モネはどう思います。あのね、こうやっぱりメール打つとき、うん、予測変換じゃなくて一文字一文字こうね打つと、こう心こもるじゃないですか。一文字込めてね、はい、あー、響いてない。まあ、それ響かんくないですか。まあ、これ女性には響かないんですかね、うん、え、男性、いらっしゃる方どうですか。あ、微妙な話ですね。あ、微妙な話。だって、予測変換使おうが、別に一文字ずつけ、変換しようが、送られてきたかもそんな分かんないじゃないですか。うんうん、そうですけど。要は内容でしょ。まあ、そうなんですけど。また変換。いや、違う、気持ちの、まあ、これ終わりないんでやめましょう。次の見ましょうか。はい。はい、次は誰ね、誰でしょうね。はい。はい。次出ますかね。あ、これごめん、私か、私。あゆちゃん、あゆちゃん、はい、あ、じゃあここで、そうそう、からしチューペット。でも褒めてますよ、結構最近のやつですね。あ、褒めてますよ、これは。はい、あ、通ってないですよ。井上さんに罰ゲームをお寄せ皆さんいただいたんですけれども、なんとここでからしが登場というか、チューペットのようにからしを飲むみたいなやつやってみませんか。はい、いや、いや、そう、これ、マジよね。チューチューチュー、わさびじゃなくて、なやつが、ちょっと、できっとやろ。今なんか、チューリップすごい、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 ほぼ1本目だから、すごい、すごい、すごい、危険と。
芸のためならって感じなんですけども、ほんまになってなくなってない、おいしかったです、すごい、なくなってる、すごい、各期間が熱いです今そろそろやわ、すごいでしょ、面白い、いやこれね、すごいね、ゆめのさんに後からツイッターでめっちゃ心配したコメントをいただいて、で、すごい本当に気遣ってくださったんですけど、まあ、その日の晩はね、まあ、ちょっとうーってなってたんですけど、次の日なんかしらめちゃめちゃ調子よかって、別のイベントでね、ちょっとやってたんですけど、なんかその日にかけて結構どかどか受ける感じなんで、なんか原し原価ぎ原価ぎでどうですかこれから、ちょっとやめよそれは、ね、大事な日には、いやでもなんかね、体いいんかもしれないです、結構そうなんだね、いやほんまにほんまになんか痩せるんちゃうかなと、いや痩せへんやろ、すごいスッキリしました、なんかお酢の時も言ってなかったですか次の日めっちゃ調子よかったって言ってた言ってた言ってた、刺激物がいいね、刺激物ええんかもしれへんわ、刺激が足りてないんちゃいます、何生活お酢から始めてみたらどうですか、お酢からあーまあ普通体良さそうやしね、なんかまあまあやってみるわ、じゃあはい、コメントもたくさんいただいてます、はいはい、花垂れ2さん、うん、これはすごかった、お兄さんアンコールちょっとちょっとちょっとあのね、その日は潰れますからね、それ1日は潰れるんで、すごいな、よう飲んだわ、ねえ、すごい、はい、そして夢のまさるさん、刈り上げ具合も最高です、ありがとうございます、いつもより唐揚げと、あかんだ、唐揚げ唐揚げいや、多分ね、なんかはい、ヒデ選手、男前って、ありがとうございます、ありがとうございます、いやー、まだね、まではしん方がいいかなと思います、あれ素晴らしいプロ根性でございます、ありがとうございます、でも横でめっちゃ顔真っ赤みたいな、すごかった、すごいわ、あとでね、なんかいろんな人にあかん顔しとったっていうのが言われましたね放送載せる顔じゃないよっていう、ほんまにやばかった、花垂れ2さん唐揚げヘアって聞いてます、唐揚げヘアって何見からしておりますいいね、あのそれいい、あのカズチンさん、舞茸みたいって褒め言葉じゃないですか、ね、舞茸はなんやかんや髪の毛でいじられるんですね、ヘルメットに始まりヘルメットヘルメット、そんなヘルメットみたいだったかな、舞茸ヘルメットやった、まあ、次のやつもね、見てみましょう、やっぱり懐かしいの多いですね、最近って言ってもはい、次あ、このままで、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、はい、大丈夫、大丈夫、ゆかちんの名場面ちゃうやんかいさ、はい、もう一回、ビデオ、はい、ビデオ、ビデオ、あ、これでいいんですかね、うん、はい、ちゃうか、いけてますか、いけてますか、あ、もうこれか、ワンビデオで、はい、ワンビデオ、いけましたか、あ、はい、これですね、あれ、これ今やけど、あれ、あ、いけた、はい、ゆかちんが選ぶ名場面中、うわ、もうなんじゃん、間違ったらその人のボディが当てるのを間違ったら罰ゲーム、罰ゲーム、そこ逆に正解できれば井上さんが罰ゲーム、ゼロだね、はい、これ言います罰ゲーム、はい、ちなみに罰ゲームの内容はですね、はい、今回の罰ゲームはイナゴを作る、めちゃめちゃ可愛い、すごいイナゴ、こちらでございます、足の節とかがめっちゃ残ってるんです、めっちゃそのままなんで、タラッタッタラッタ、もうこれ入ったな、いやこれほんま映画上手やし、いや見やすいやほんま、うるさいうるさい、じゃあ答えは書いてくれた、見た目きついよ、足感すごいですよ、硬い、でもめっちゃ美味しい、味が美味しい、でも味が美味しかったです、ご飯合いそう、味美味しいよ、そうです、やっぱりね、多分つくだ煮なんで、うん、味ついてるもんね、お茶漬けとかでサラサラっていきたいなっていう感じ、いやでもあれ
お茶碗にご飯が入ってて、上あれ乗っててね、絶対食べられへんって。いやいや、でもなんか釘にとかあるじゃないですか、うん、あれとなんか似てません？あー、じゃあ、ちょっと食べれそうな感じするよね。うん、そうそうそう、そう、ね、ダメとか言いますから。そうやろ、で、そう言うと思って、今日はなんて、用意してません。よかったびっくりしたー本気で嫌がってたもんね、みんな。もうあれはもう罰ゲームになりたくなって必死やったよね。必死やったよ、必死やった。今までの中で一番頑張った。必死やった。カメラの前から逃げとったからね、もう。いやー、よかったあれは。もうね、前の苦手ですか？いやー、苦手ですね。あー、逃げそうやのにね。うそー嫌やで。さりげにめっちゃ失礼なこと言うけど。何でも、何でも食えそうな感じ。何でも大丈夫。もうねえな。勝てる。やばいや。やっぱり分かった実はみたいなコメントもいっぱい今日もどしどし、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてなんとここで、はい、何何実はですねショールーム支援ゲージ、はい、達成いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ20本を残して達成しましたね。すごい、ありがとうございます。久々。じゃあ、みんなで言うんですか？ね、いや、これはもうラストにやる番組の最後の方で、この僕らのハイテンションに番組愛を表現したいと思いますので、うん、楽しみに待っててください。なんで他人事やねん。やらなあかんねん、みんな。気合い入れて。はい。はい、コメントいただいております。これ。また、もうそんな無視でした。もう無視。違う。ひで先生。ひで先生。ヒデ先生、井上さんみたいになりたい、あなたはすごい。で、カズチーさん。コメント拾う、ちょっと、コメントにへのコメントのやつは？はい、何ですか？あ、そんなやつ。ありがとうございます。いや、いいなぁ、なんか、すごいやん。めっちゃ可愛い。いや、めっちゃ嬉しいですね、こんなん書いてくれて。お兄さん、リアクションええ感じって。ありがとうございます。だって最後の思い出名場面ほとんど井上さんやったら、ね、それやっぱり私たちの心にも井上さんが覚えてるんやなって。嬉しい。どうするつもりもで、名場面ね、その 2とか出てたと思うんですけども、うんうん、ちょっとこれ他にも用意してありまして、うんうん、番組内では全部は流さないんですけど、またYouTube とかで、ね、うん、載せさせていただきたいと思うので、はい、その時はちょっとね、ぜひぜひ皆さんも見てみてください。はい、はい、あ、そして花垂れ2さん、5000ポイント達成で番組延長って来てますけど、おー、言うわー、さすがですね。でも待っててください、絶対復活してやりますから、うん、はい、やらせていただきます。待っていただく限り、はい、はい、じゃあ続いての映像いきましょうか。はい、いけますかね。じゃじゃん、じゃじゃん。次はこちら。え、ってことは僕ですね。はいはいはい、つなげでトイレ、やっぱりこれでしょ。あ、これで、OK、じゃん。いや、もう思い当たる節がありますね。これはね、衝撃でした。ちなみにこれつなげなんですよ、つながってるんですよ。あ、へぇ、でも今日めっちゃ来たらよかった。みんなパジャマでつないってお手洗い行きたく、めっちゃ楽でめっちゃ楽で寝やすいけど、それリアルなやついります？いや、これ言おうと思ったんですよ。トイレ行くとき、はい、今の季節寒いじゃないですか。全部脱いで寒い、サンデーとかもいるから、ちょっと上半身の中にはすっぽんで取るやん。めっちゃ嫌じゃない？え、だって上から下までつながってるから、チャック下ろしてこう脱いで、え、すっぽんぽん、え、マジですっぽんぽん、すごいな、めっちゃ冬サナムとかの中のつながってるオールインワンみたいなやつとか、みんなそういう状態で置いてあるんですよ。洋服、ね、そう、普通の私服でもつながってるやつ、みんなそうですよ。え、じゃあ世の女性は夏場そういうの着てたらトイレ行って一回全部わー脱いで開けて、脱ぐ必要ない、え、どういうこと？だからここを脱いで、ここまでで食べて、え、チャックはこう全部下まで行くってこと？行くやつ、行くやつ、そう、なんか、え、だから、あー、なるほど、もうチャック開けてずらしてついて、ついてごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、言ったで、いや、待ってね、いや、男としてはそんなん分からへんから気になりますよね。普段そんな聞けへんし、だから普通に、まあ、デパートのトイレとか、例えば、うん、なんか公園のトイレとかで同じ状況ですよ、中では。へぇ、そうそうそう、上半身は、あれやね、
来てない状態、うん、上半身はもう、じゃあ仮に、うん、うわ今日初めてのデートよ、あ、つなぎ着てきてくると思ってトイレ行ってくるわって、あ、待っとく待っとく、まあ、トイレの逆して、お前さ、興奮しすぎて、いや、それは間違いない間違いない、いや、興奮しますよ、だってね、男性からしたら衝撃の事実ですから、だってつなぎ着てる女子は漏れなくトイレ行ったら上すっぽんぽんなんですよ、いやでもトイレの中に座ってちゃうじゃないですか、えトイレの中覗くわけじゃないじゃないですか、じゃあそれがいいね、うん、いやいやいや、じゃあ見える見えないじゃなくて、うわ今上半身すっぽんぽんって考えたらね、テンション上がりますよね、ほら、男性はほら、だってそんなし、うん、あれもある、あのさ、あの仕事とかでよくバディガールのコスチューム着るやん、はい、あ、はいはいはい、あれもあれもそう、あ、全部ね、まあ、トイレで、でもそれやったら興奮しないんでしょ、普通の服やったら、よくわかってる、よくわかってる、そうや、そう、つなぎの方がいい、つなぎの方がいいや、つなぎの方がいいです、嘘や、バディガール耳ついてねえで、いやいやいや、だから耳関係ない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 、そうや、つなぎの方がいい、つなぎの方がいいです、え、さ、あれ入れたパジャマのつなぎが一番ベストってこと、いや、それ覚えてへんけど、どうやったやん、今井上さんからそんな言葉聞きたくなかった、え、なんか嘘、今の全部嘘今の全部嘘です、興味あるんですね、なんかそういうの、いやいや、それは男で興味ないなんて言ったら嘘やん、井上さんにどういうイメージ持ってるんか、なんかどんなイメージ持ってくれてた、今まで結構そういうとこ出してました、出したけど、なんか別になんかいやらしくないというか、なんか男として見てないかもしれないです、いや、逆に、いや、どういうこと、男として見てくれてないのそうかも、それもショックやわちょっと聞いて、ほんなら、男の人な、あの、はい、つなぎ着てる仕事してる人いるやん、なんか、はいはいはい、あれ車の、あれも裸、チャックついてるから、そうですね、あの、まあ、小さい通りやったら、まあ、チャック前開けりゃいった、嘘やん、裸が良かったわ、ね、分かるわ、現場とかでムキムキの兄ちゃんがザッと開いて、バッと、いやいや、何やん、面白くない、いやいや、確かにムキムキ、そういうとこ男の人って楽ですよね、お前楽ですね、何や、男の人はチャックついてるんや、そっか、ついてます、ついてます、恥ずかしくないやん、面白くない、いいよ、はい、どんどん進めて、はい、雑なんで、はい、はい、つな、いただいております、ごめんなさい、ビールのね、ちょっと気泡が胸に上がってきまして、はい、花たれ2さん、井上さんはお姉か、なんでやろ、なんでですか、なんでなんでしょう、私が言うたからかな、え、なんでやろ、同じこと思う、あ、うん、んで、これみんなコスプレ可愛いっていうのをいただいてますね、うん、あー、さっきね、ハロウィンの時、ね、あ、ほら、たーくんさんも想像しちゃったってさ、想像しますよ、男やったらね、うん、いやいや、皆さんこれからね、そういう時は絶対頭思い浮かべてください、いや、そうでも、そんなん言われたら絶対切れないですよね、うん、いやいやいや、え、ちょっと寄ってんちゃいます、なんかちょっと寄ってますよ、なんか、いや、なんか寄ってきた、いや、でも、もっと寄ったら顔、この辺だけパンダみたいに赤くなるから、まだ、え、俺寄ったらそんなんなってるんですか前の放送の時はそうなってる、辛いわ、そんな、なんか見たくないわ、もう、お前以上、激アツ盤面盤面を振り返ってみようのコーナーでした、はい、はい、続いてのコーナーは激アツチャンスゲーム、一旦のラストの激アツチャンスゲームでございます、はい、今日はですね、これを使ってのゲームでございます、柿の種、しかも辛いやつ、そうです、日本で2番目に辛いというね、微妙な立ち入り口のこの柿ピー、これを使いましてですね、まあ、顔の一部分どっかに乗せて、それをしっかりキャッチして口で食べれるか、手を使わずに、はい、というゲームでございます、はい、やり直しなし、やり直しなしです、やり直しなしです、罰ゲーム、ちなみに、え、罰ゲーム何、誰かがすんの、罰ゲームは考えておりませんでした、はい、じゃあまたリスナーさんからお寄せお願いします、お手柔らかに、いや、もう毎回ね、結構残酷なやつ来るからね、いや、そう、お手柔らかにお願いします、女子でもできるやつをお願いします、はい、誰から行きましょうか、はい、まあ、せっかくなんで、あ、じゃあ僕指名していっていいですか、はい、はい、うん、
じゃあ今めっちゃ嫌そうな顔してるあゆちゃん行きましょうか。知って目合わさなかったの、いやこういうのはもう目で圧をかけるのが一番いいやって。どうやってやる見本を、うん、見本俺、うんうん、流行って。ああじゃあ僕が見本で、まあ、4人でね、うんうん、できなかった人が罰ゲームということで。なんで井上さん罰ゲームないん。見本やもん。そっか、でも、うん、ここどこじゃん。どうなった。いや、ここ簡単なんで、もうちょっとね、この辺と眉間とかこの辺とか、落とした感じ。あ、じゃあどこでも言ってくれたら僕やりますよ。でこ、うん、無理だろ。ここでいいですかね。無理やろ。前とか行きます。嫌やな。ほんまや。またやっとに。またやっとに。なんか大きくなって言われる。いきます。あら、無理やん。日本なんてないやん。無理なやつやん。いやちょっと難しい。でおでこ難しいけど、この辺やったらいけます。絶対いけますから。ほっぺから。できなかった人は罰ゲームでございます。行ってみましょう。あ、勝手に場所決めたらあかんよ、君。勇み足ですよ。どこでもいいんじゃないの。僕が決めます。はい、じゃあ、ここ。ここどえここから。落ちるんじゃん。いきますよ。手を使わずに、レディーゴー。めっちゃ必死で笑うこれ。もうちょっと粘らんとダメだ。顔の筋肉をね、うまいこと使って。これ難しいよ。ということで、あゆちゃんは失格。めっちゃ早いよ。必死やん。はいはいはい。失格なって。じゃあ次ゆかっちに行きましょうか。私どこに置きますか。せやね、うん。同じところでいい？いや。かわいいね。そうなん、絶対無理なところや。じゃあまあできなかった。反対側のこっち行きましょうか。こっち難しいよ。難しいやろこれ。ゆっくり顔の筋肉を、表情変えて。無理やろ。いやまだまだやね。失格。できるか。じゃあミキティ取り行ってもらいましょうか。ね、なあ。じゃあいつもそういうの。あ、モーネ取りがモーネ取り。ほんとなんて、絶対成功させらんないやん、私。はい、あ、私モーネじゃあ、じゃあ行ってもらって。行くの。はい。どこ。そうですね。じゃあ眉間行きましょうか、眉間。ここ。まっすぐ上とか。そうです。そこに置いて。なんか行けそうやよ。よーい、スタート。あ、いいです。顔の筋肉使ってください。いいですね。頬筋を。お、あ、いいじゃないですか。いける。あの、ほっぺた上げたら、そう、流れる。顔、歌舞伎みたいになってますけど。あ、いいか。残念。失敗でございます。ちょっと、もう一回やりたい。もう一回やりたい。まあ、もし、ミキティ行きましょうか、ミキティ。どこ。まあメイン MC としてのちょっと意地を見せましょうか。ね、これ運でしょ、勝利。どこ行きましょう。あ、じゃあ、あのまぶた。まぶた。まぶた。言っていいですか。多分まつげでいくから。それうまいこと使ってこう。もうちょい上向いた方がいいんちゃう？そんな。あ、そうか、上はもっと上だから。こう。あ、乗ってるわ。めっちゃ乗ってるやん。いける。安定した。まつげと一体化した。ちょっとちょっと、もう一回仕切り直しいきますよ。まぶたね、せーの、スタート。ちょっと手押さえたら見えへんから。もう失格。もう全員ダメ。これ、まつげに乗っかったらどうにもできるじゃないですか。え、まつげめっちゃ痙攣してるやん。怖っ。難しいわ。これ難しいわ。これちょっとあかんわ。ちょっともうちょっと盛り上がれ。もう一回やりますか。ワンチャンス。いや、じゃあ僕決めますわ。どこ行きましょう。決めて。どこ行きましょう。どこ行く。うちのこれで井上さんできんかって。井上さんが罰ゲームだね。そうしよう。みんなの鼻の上。井上さん難しい。俺マジ狙っていくよ。ちょっと待って、鼻の上乗らへんわ。いきましょう。いけんじゃん。罰ゲーム。いや、ちょっと待って、はい、鼻の上難しいわ。ちょっとどうするよこの空気。お前もう一回の。しかも何とかしよう。誰も罰ゲームコメントしてくれてないからね。誰かちょっと何とかならへんこれ。一旦のラストなんですね。いや、ハルシオンさん、からし飲む。
ガラシやな、ガラシね、あれば飲みますけどね、ないでしょ。いやー、ほんとに、うん、言っといて、うん、なんではい、もう罰ゲーム、まあ、罰ゲーム、まあ、全員罰ゲームっていうことで、いや、もう辛いんやろ、ほんこれ一気にこれ全部一気食い、あ、誰かじゃんけんで負けた人かしよう。じゃ あ、そうしましょう、うん、よし、これを一気食いじゃんけんでね、めっちゃ、はい、最初はグーじゃんけん、はい、あいこれショッ、あいこれショッ、あいこれショッ、やったいい勝負、いい勝負だった。入れてあげよう、ミキが。あ、でもちょっとしかないまあ。最終回いっとこ、はい、いっとこ、最後やろ、最後、いやいや、ここはいっとこ、はい、はい、ハムって反面するやん。最初はグー、じゃんけん、はい、うわもう、やっぱりそうなってる、はい、はい、いきまーす。もう、口開いてください。もう、うわ、もう吐きそう、吐きそう。ちょっと、あほんまに辛いんかな。え、私食べたい、それ好き、私辛い、美味しいこれ。あ、結構辛いわ。辛い？辛い。いや、あの、あれですよ。辛い辛い辛い。辛い辛いわ。早く飲み込んでください。あの、最後に辛いやつへの愛を叫ばないとダメなんですよ。辛い辛い。めっちゃ辛かった。めっちゃ辛い。辛い辛い。口の中は大丈夫なんですよ。喉も粘膜にかけてめっちゃ入り込むかもね。辛い、一個でも、一個でも結構辛い。辛かった。辛い辛い。あとから来るね。あとから来る。ずっと残る、口の中に。はい、あの、今日はね、支援ポイント達成したということで、うん、はい、あれですね、激アツへの、何でした、うん、愛を叫ぶ。ほんまやね。愛を叫ぶみたいな感じで。うん、うん。ない、ない、もうない。最低、最低や、最低や。ということで、エンディングもね、近づいてきたんで、うんうん、行っちゃいます？もう、はい、行っちゃいましょうか、はい、誰から行きましょう。え、みんなじゃなくて、え、一人ずつですよね。え、テンション高く、テンション高く、ハイテンション、ハイテンションで、ハイテンションで、びっくりするからあかんやつ。どうなんでしょう、どうします。いや、もう全員で行きましょう、全員で行きましょうか。はいはいはい。で、あの、一人ずつこのカメラあるんで、うんうん、バーッと回っていきましょう。一人行って、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 うんうん、そうしましょう。はい、お家はミキティで。もうなんでいつもそれなんよ。はいはいはい、行きましょう。はい、じゃあ私は最後なんで、このカメラ使って、うん、交互にパッ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 と、はい、こっちとこっちで行きましょう、うん、あ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 、いきますぜー、行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 きますぜー、何分からん、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 レスキーキャンプ大好き。え、皆さんありがとうございました。皆さんのおかげで今まで番組作ることができました。ありがとうございます。元気やつ、呼ばれてなくてもまた来るよ、よろしく頼むぜ。ありがとう。一人でやるの。私のキャラ忘れないでね、ありがとう。普通の告知やろ。最初が意味わからない。最後真面目に言ってもいいかな。痛い痛い痛い。辛いわ。最後何言った、最初何言った。いや、最初激アツがあるんやったら彼女いりませんって言いました。え、そんな言ってへんの。絶対言ってへんの。ほんまに言った。でも彼女募集してます。あ、いや、ほら最後にそれ言う。いや、最後にそれ言う。マジで彼女募集してます。どんな人が好きなん。え、笑顔がくしゃってする人です。みんな笑顔しよう、笑顔しよう。乾いた笑いやな、また。はいはい。ね、コメントもほんまいろいろくださって、もう残り時間わずかでございます。はい、一旦これで激アツはね、終了となってしまいますけどね。寂しいですね。また、体制が整い次第、うん、あの、復活させていただいて、よりアップグレードした、うん、我々お届けできればと思っておりますのでね、はい、ちょっとしばしお待ちいただきましてね、ちょっと寂しいですけれども、うん、寂しいですね。でもなんかあんまり実感ないかもしれないです。確かに僕もそうですわ、うん、なんかまだね、再来週もあるような感じがするんですけどね、うんうんうん、まあまあまあ、次いつぐらいに戻ってこれるかですけども、
そうですね、どうでしたこれまで激アツ始まったのが半年ほど前ですね、はい、なんかもっと続いてる感じがしますね、うん、あ確かに確かに、ね、でもいい番組ですよね、そういうね見てる方とコミュニケーション取りながら、いや本当にそうです本当にね、大阪に住んでない、なんかめったに会われへん人ともこれで天気の姿を見てもらえるからすごい本当にですよね、ありがたかった、ゆうしゅんさんもコメントいただいてます、みんなの動いてるとこが見えなくなるって言ってくださってますが、戻ってきますので、そう絶対戻ってきますので、またお願いします。いや本当にね皆さんのおかげでコメントくださって、うんうんね、星投げてくださってで支えていただいた番組なんで、うん、ぜひぜひね、うん、次やるときはまたねしっかり告知させてもらいたいと思いますん で, うです、ね、うん、いやもう今日絶対泣くと思ってたけど全然涙出ない全然そんな空気ちゃうもんね、いやもう来る電車で泣くんやろうなと思って、うるうるしながら電車乗ってゲームしながらとか、何やそれ全然集中してへん全然涙すら出へん、いやでもプレッシャーかかりますよねやっぱりね、 MC とかやとね、え、うん、ね、結構気楽にやらせてもらったらね、いや本当に皆さんがねあったかいですし楽しい番組だったんで、うん、ね、はい、皆さんのおかげで、そうね、はい、コメントもいろいろいただいております、カズチンさん本当にお疲れ様、ありがとうございます、なんかこういう雰囲気に巻き込まれていきそうな気がする、うん、で、久喜田源太さん、ゆかちん徳島から行けるときは AFC でも何でも行くからね、 ACF だよ ACF 僕が読み間違えました、やっくんさん、泣かんのかーいと目の前からツッコミいただいております、いや今日目薬いるかって言われたんですよで、ひで先生、皆さんありがとうございました、お疲れ様でしたといただいております、ね、ありがとうございます、いやいつもね、見ていただいて、たーくんさん、ゆかちん見れないの寂しい、僕らは他にもいるんですけどもで、夢のまさるさんありがとうございましたという、こちらこそですよね、ありがとうございます、本当に皆さんのコメントもいろいろいただいておりまして、ちょっとね読ませていただきたいんですけども、つきませんので、まあ、このあたりということで、まあ、一番最後元気に、はい、いつものやつ、お、マジですか、なーけちょっと待って、それさえ言われたら余計泣かれへんそうです、まあ、じゃあ最後、はい、気合い入れたやつね、はい、一発次の復活に向けて、はい、ということで、いつものやつぜひ皆さんもお願いします、カメラの前でもお願いします、はい、では行きましょう、ゲーゲッて、ま、あーごめん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 、最後またいつかどこかで我々とお会いしましょう、本当にありがとうございました、ゲーゲッて女子会チャンスタイム、バイバイ、ありがとうございました、またどこかで、お会いいたします。